映画館では今日も新作映画が公開されている。一体誰が映画を見張るのか、一体誰が映画をウォッチするのか、映画ウォッチ超人シネマンデース歌丸が今立ち上がる。その名も週刊映画辞表ムービーウォッチメン。 What did he see? What did he feel? Which movie will the Cineman Diaz review about?さあ、ここから夜11時までは映画評論コーナー週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。今劇場で公開されている最新映画を映画ウォッチ超人ことシネマンディアス歌丸がウキウキウォッチング、その監視結果を報告しつつ、先週やった映画評について一つ補足なんかもしておこうかなというあたりで、ちょっとね、ちょっとサクッとだけどごめん、先週思い出の前にジブリ最新作やったんですけど、その中で僕が、かなり全体としては褒めたと思うんですけど、僕がマーニーの見た目がね、要するに金髪白人で、要するに現代日本の少女がこう、リアリティある存在として感じ、要するに僕ら観客がリアリティある存在として感じられない、実感、そこに確かにその人生があったんだって実感できる感じに見えなくなってしまったのはちょっと問題じゃないのかみたいなことを指摘した、でそれに関してちょっと言葉足らずだったかもしれないかなと思いまして、ちょっと補足させてくれ。っていうのはそれに対して、あれはマーニーというのは、主人公が心の中で見ている少女だから、その存在感っていうのが、現実から乖離してたりとかっていうのは、それはそれで狙い通りなんじゃ、それでいいんだっていう意見を結構見るわけで、参見するわけですね。確かにこれ少女が心の中のお友達との対話で成長するっていうお話ならそれで全然いいし、実際そういう風にも撮れる、途中までは撮れる作品なんですね。ところがですね、このマーニーっていう話は実はそうじゃなかったっていうところが大きなポイントでもあると思うんですよね。少女の成長を促す、ファクターとしての対話という許し、これがマーニーとの間で行われる、これは確かに重要でしょう。でもそれだけじゃなくてですね、話が落ちのところに行くとですね、僕の表の中でも言ったと思うんですけど、要は主人公とマーニーのある関係っていうのがミステリー的に明らかになって、それにより、私は自分一人で生まれて育ってきたような顔してたけどそうじゃなかった、自分の性というのは様々な人の人生の断念や後悔、過ち、それを取り返したがゆえの何かの思い、優しさみたいなもの、その先のものにあったんだってことを彼女、主人公は思い知る、ということですね。それがこの話のミソでもあると。つまりその主人公の成長ファクターの中の重要な2要素のうち1つをこれは占めている、マニーとの関係というのが。なおかつそれによって、かつていたね、決してその幸せとは言い難い人生を送っていたかもしれないその少女の人生も遡って意義あるものとして読み直すというのが大きなテーマと、だから主人公とマーニーの交流が感動的なわけで、ということでマーニーの存在のね、人生の実在感が薄いと、そういう大事なテーマ的な根幹が弱くなっちゃうってことを僕はしてきてるわけです。はい。でそれをやらないっていうんだったら、そんなのどうでもいいっていうんだったら、別にマーニーって話である必要ないわけです。心の中のお友達と話する話でいいじゃないですか。そうじゃないんだからということを言ってる、宮崎駿さんが、マーニーが白人金髪じゃなきゃなーなんてことを苦言を申されて、多分その部分じゃないかなというふうに思う次第ですが、いかがでしょうかなんてことを一週間考え続けている、映画評論コーナームービーウォッチメン、今夜扱うのは先週ムービーガチャマシンを、回して決まったこの映画、トランスフォーマーロストエイジ。俺ってほんとマイケルベイ型評論だよな。全3作からキャストを一新して送る人気ロボット SF アクションシリーズの最新作、人間たちから狙われるようになった変形ロボットオートボットたちと、その裏で動くめく巨大企業、政府、謎のロボット勢力との激しい戦いを描く。監督は全シリーズから引き続きマイケル・ベイ監督が続投。オートボットの司令官オプティマスプライムと共闘する発明家をマーク・ボールバーグが演じるということでございます。はい。ということで、もう今現在世界中でもうね、記録的大ヒットを、しております、トランスフォーマーロストエイジ。もう見たよというリスナーの皆様、ウォッチメンからの監視報告メールなどでいただいております。ありがとうございます。メールの量は多め、大ヒットしてますからね、ただし感想は賛否真っ二つ、真っ二つっていうかね、全シリーズより見やすい、脚本とか尺が長いとか細けいことはいいんだよ派と、いやさすがに長すぎるし脚本が雑すぎでしょ派、主にはこの二つの争いね、オートボットと ディセプティコンの戦いでございます。賛否どちらのメールにもよく登場するキーワードは疲れる、長い、いいとか悪いとかじゃない、内容は覚えていない、記載無など映画の感想じゃもうないんだけど、また過剰な大盛りでおなじみのラーメン二郎に例えている人が5人以上いました。僕もね、全部乗せラーメンだなんてこと前回言いましたけどね。あと褒めるにしろけなすにしろテンションの高い文章が多かったです。これは作品のテンションがそうですからね。褒めてる方いきましょう。代表的なとこね、ラジオネーム杉林太郎さん、20歳男性。
とにかく良かったです。いろんな人に脚本がめちゃくちゃでダメでしょ、 CM 多すぎでしょと言われても意見は変わらないくらい最高でした。過去作を見ていたので活躍していたトランスフォーマーたちが人間の策略によって壊された時は悲しかったです。マーク・ウォルバーグ演じるダメ父ぶりがものすごく痛いけど分かるような気がします。そしてオプティマスとケイド、まあこれをマーク・ウォルバーグ演じる今回の主人公が協力するシーンは熱くてかっこよく胸が熱くなりました。前作はドランパートが浮き気味だったのですが今作はバランスよく取れていたと思いました。そしてケイドの生身アクションシーンは圧巻でした。ほぼノースタントらしいのでびっくり。とにかく上映時間が長いというけれどもう30分ぐらいあってもいいんじゃないかなと思うぐらい傑作でしたというね、褒めでございます。一方、岡上さん、ロストエイジ見ました。あまりの怒りに初投稿です。旧作までは全て見ており師匠の評論も全て聞いた上での監視でした。でしたが怒りが抑えきれません。申し遅れました、岡上と申しますこの映画を一言で、表すならば、レーショナリー合理性良識、放題はゼロレーショナリーといったところでしょうか。のっけからひどすぎる展開、マイケル・ベイよ頭に、車がぶつかれば人は死ぬんだよ、ざっけんな、まあいろいろ書いて、2時間40分の拷問に耐えた先に待っていたのは虚無感でしたと。もしこの映画を師匠が3の方向に、評論するようなことがあればその時はライムスターファンやめます。うるさいなはい、ということで、ロステージ行ってみましょう。4作目、当番組では前作ダークサイドムーン3作目を、2011年8月にまあ使っております。でその時にまあマイケル・ベイ論的な方向で話をしておるんですが、まあそのマイケル・ベイシリーズ通じてね、まあ改めて今でもないですかね、アルマゲドンガとかパールハーバーとか、バッドボーイシリーズとかねありますけど、まあ押しも押されるスーパーメガヒットメーカー、そして今回の、4作目のトランスフォーマーで事実上本当に稼ぐ監督という意味では歴代1位になってしまったというね、歴代1位ですからね、はい、ものということで、まあ押しも押されるスーパーメガヒットメーカーでありながら、ね、じゃあみんながね老若男女みんなが見てるわけですから彼の映画はね、じゃあそれ本当な人かというとその逆でものすごくいびつな、なんなら病んでる病んでると言えるような、まあ、作品群の作風。まあ、言って、まあ、その、前のその前作、ダークサイドムーンはですね、まあ、言ってみればそれの集大成的な作品でもあったというふうに僕は思っております。まあ、ずっとですね、まあ、映画好きからは、まあ、僕も含めですけど、やればか映画監督だなんだ、ね、言われて、まあ、その代名詞のように言われて扱われつつもですね、まあ、かれこれ20年選手でもあるわけですから。もう、もはやその作風っていうのはパロディの対象にこそふさわしいようなことになっている。で、まあ、好き嫌いは別にして作家性というものがふさわしい何かははっきりある人ということで、ちょっと改めてその辺を言うならばですね。まあ、ダークサイドムーン表でも言ったんですけど、ざっくり言えば、まあ、二言で説明できますよ、二言。ね。とにかく全てが過剰。で、とにかく悪趣味というね。まあ、この二つに尽きると思います。まあ、全てが過剰という部分。例えばですね、ストーリーテリング上であるとかね、物語を話すて、その必要上とか、演出上の必然性とかとは関係なく、ぐるぐるぐるカメラがですね、ぐる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 回ったり、ぐら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 揺れたり、横にシャーって動いてたり、急にファーってポパンしたり、とにかく、必然性はなく、ひたすらせわしなく動き続けるカメラ、であるとかですね。で、そのカメラもぐわーっとせわしなく動いてるし、だけではなく、あの、編集ですね、まあ、カットがこう変わってくる。編集も常にチャカ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 こう切り替わる。で、切り替わるだけじゃなくて、例えば、わーチャカチャカチャカってやってると思ったら、スローモーションにわーってなったりとか、あるいはこれマイケル・ベイよく使うんですけど、複数のメディア、例えばちょっとこう、ビデオで撮ったこう主観の映像がバッて入ったりとか、もういろいろ同時に撮って、それがもういろんな素材があるのをもうどんどん入れてくると、カメラも動いてるし編集もチャカ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 変わると、ということ。例えばその今回というとですね、序盤にですね、主人公が、まあ、その、オプティマスプライム、実はオプティマスプライムである、まあ、そのトラックを見つけてきて、まあ、修理しますよと。で、どうもオートボットらしいから、ちょっとおっかないから、娘はちょっと怖いから、私、ちょっと向こうに、ね、家にいるわと。ああ、お前は向こうへ行ってみなさい。ああ、怖い、ああ、怖いって、こう、家入りますよね。で、そこで、まあ、その中に、オプティマスプライムの中に入ってたミサイルが、火ついちゃって、ドーンってこう、来るって場面があるんですけど、そこね、危ないから家の中入ってな、ああ、怖い、入ってるわ、入ってるわよ。次のカットでもうミサイル手に持って、ミサイルだドーンって言ってるんですよ。普通はね、こうやって、カンカンカンだったら、あれこれなんだ、これは、ミサイルだドーン、ためとかあるもの危ないから向こう行ってな、ミサイルだドーンとかですね。あとその、まあ、例えば途中でさ、ああ、いろいろあって助かった、娘がこっちかけてきた、感動の抱擁か、と思いきや彼氏の崩壊、みたいな、まあ、よくあるやつですよね。あそこもカットとか割ってる場所が悪いのか、何をやりたいのかよくわからん。まあ、一言で言うと、そういう方向で上手い人では全然ない。下手は下手だと思うんですけどね。まあ、でもやたらとそういう作品はあると。
で、なおかつね、チャカ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 こう動いて、編集もチャカチャカしてるのに加えてですね、これは特にトランスフォーマーシリーズ。要するにこの方非常に実はマイケル・ベイという人は実写のこだわりが、強い人で、実写で実際にどっかの、例えば車がドカーンってなったりとか、火花が上がったり、あれ全部実写で撮って、そこに CG を加えてる。実写で捉えたドッカンドッカンに CG の作り込んだものが足されるという、これトランスフォーマーシリーズから特に顕著になった傾向として、まあ、とにかく画面内の情報量もどん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 足し算的に増えていると。画面内の情報っていう意味では、例えばさ、トランスフォーマーたちのデザインありますよね。子供たちがこうね、こう、おもちゃを買うようなヒーローなわけですよ。どん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 足してって、もう今回なんかどっちが悪役かわかんねえようなぐちょぐちょぶりにもう、なっちゃって、もう車輪もなくなっちゃったしね。オプティマスプライムもね。一番最初の初期のデザインに近い、映画用のデザインも近いんだと思うけど、まあ、どんどんどんぐちょ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 細かくなって、もうほとんどギガデザインみたいな感じになってきちゃった。で、とかですね、情報量多いという意味ではね、今回、マイケル・ベイの過去作いろいろ見直してて、改めて気づいたこととして、マイケル・ベイ映画の特徴、まあ、セリフもね、ほぼ怒鳴り合いなんですよ。大体言い合いなんですよ。例えば、カーチェイス。まあ、カーチェイスすごい毎回派手なのが出てくると。カーチェイスシーンの間中ずっと怒鳴り合いしてるわけですよ。なんとかかんとか、お前なんとかだったのか、喋ってないで運転し、喋ってないで運転しろってセリフ何回マイケル・ベイの映画で見たかなっていうね。今回のも出てきましたけど。ちなみに今回のが出てきたのは若干セリフパロディ気でもあるというあたりが今回のミスだと思うんですが、その辺では後で言いましょう。まあ、とにかくこう、どん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 情報が肩になっていくと。まあ、私の映画評論と同じですよ。こうやってどん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 こう、足していく足していく。で、結果ですね、盛り上がるシーンになればなるほど、まあ、誰がどこにいて何をしようとしてるのか、何が起こってるのかさっぱりわかんない。少なくとも初見、一回だけ見て全部理解できる人はまずいないだろうという、まあ、情報量のことになっちゃって、いると。例えばですね、同じようなタイプのバカ映画対策と言われているようなね、例えばバトルシップという映画ね、バカ映画ですよ。バカ映画だけど、あれのクライマックスシーン、いかに位置関係とかが整理されて見やすくなっているかと比較すると、もうマイケル・ベイはもう何がなんだかカオスだと。これいいとか悪いとかじゃないです。本当にもはや、作風です。で、そのくせ、基本サービス精神は旺盛なので、見せ場を、もうどんどん、いや、多い方がいいでしょ。ここも貸しとこうか。ね、現場でどんどん出しちゃうらしいんですよね。こう、あれも爆発させようかとか。うん。その車爆発させるとか、そういうのをやっちゃうらしいんですよ。で、どんどん上映時間も長くなっていくという。ものすごく味の濃い状態がもうメガ盛りでずっと続くという。まあね、ラーメンの例えば、ラーメン二郎の例えばわかります。しかも前作からは 3D っていう情報も入ってるから。で、それが2時間40何、どんどん伸びていくっていうね。はい。さっき出たサマーボムっていうイベント出てきたって言いましたけど、シンガーのマイロっていう人と話してて、トランスフォーマー話してたら、トランスフォーマー、映画、その映画マニアとかじゃないですよ。トランスフォーマー、疲れんじゃないですかって。ま、ほんと普通はそうなるよねっていう映画だと思います。ただ、その、足し算足し算足し算っていうのが、ちょっともう行き過ぎた、ちょっともう異常な領域に入ってった結果、言ってみれば、バロック的な魅力っていうのかな。うん、バロック。もう、マイケル・ベイはバロックだっていう。バロック的な領域まで行っちゃってるのが、まあ、現在のマイケル・ベイということではないでしょうか。僕は前作に関してはそういう意味で、嫌いじゃないんですよ、やっぱしね。はい。で、その意味ではさっきね、過剰っていうのに対して悪趣味って言いましたけど、まあ、これ根っこは同じですよ。まあ、どんどんやりすぎちゃうと。残酷描写とか下ネタもどんどん放り込んでいく。特にトランスフォーマーシリーズになってからですね、バッドボーイズ2バッドみたいな露骨な残酷描写じゃないんだけど、一応これロボットですからって、機械ですからっていう隠れ蓑のもとに、ものすごい残酷描写を入れてくる。特に前作、やっぱり、ダークサイドムーンのディセプティコン周りの描写は本当にひどい。血みたいな吹き出したりなんかもうひどいわけです。もう超残酷でグロいという。はい。で、皆さんすいません。ここまではほぼ前作のダークサイドムーン表でも言った通りなんですけど、ただ今回のですね、4作目周りに至ってですね、僕ここに来てマイケル・ベイ、この過剰、悪趣味っていう、このね、二大要素だけじゃなくて、いや、もちろん作品上やってることはそれなんですよ。相変わらず。全く変わってないですよ。過剰、悪趣味なんだけど、実はそれって、結構、シニカルな、自己批評的な視点、ありき、が入ってるもんなんじゃないのかっていう感じがしてきたんですね。つまり、まあ、現行のそのね、まあ、特にその対策、ビッグバジェットのアメリカ映画のシステム、そしてま、それ、観客のあり方、市場のあり方とか、そういう、ま、システムとかも全部分かって、なんならそのあり方をちょっぴりバカにでもした上で、あえてそこに全面的に全力で乗ってみせようじゃねえのと。ああ、このシステム、まあ、クソだね。全面的に乗ろうじゃないの。みたいな、そういう、ダウナーじゃない、アッパー系の自己批評性っていうか、言い換えればやけくそやけくその自己批評性みたいなものをすごく感じる。そのね、うわぁ、はいはい、もうハリウッドバカ映画ね、なんでもいいですけどねっていう、この感じで悪意を込めてくる感じは、ちょっと
こうアメリカ時代のポール・バーホーベンのスタンスを思わせるようなっていうのはちょっと褒めすぎかな、いくらなんでもとは思うんだが、まあ、そんなこと言いたくもなるぐらい。はい。さっきも言ったようにですね、さっきの、トランスフォーマーダークサイドムーン前作はですね、まあそれまでのマイケル・ベイイズムは集大成的に全てをぶち込んだ、あのマイケル・ベイ的には俺やりきった作品だというふうに思ったんじゃないかと思います。あのさっきから言った特徴以外にもですね、例えばあの倒壊するビルの内部の視点の一連のアクションシーン、あれもうセットを全部あの作ってやったりとかですね、あるいはあのムササビのようなスカイダイビング出てきますね、ファーつってね、あれをまあ実写で頑張って撮ったりとかですね、まあ基本的にとにかく実写へのこだわりがすごく強い人だっていう実写アクション、まあそういうふうにフレッシュなアイデアもまあバッチリ盛り込んでですね、すげえ頑張ってたと思うんですよ前作、あの脚本がどうこうじゃないですよ、マイケル・ベイ的な盛り方ね、でお話的にもまあその前作ダークサイドムーンで一回りしたわけで、一段落したわけですね。ひとまずその敵であるディセプティコン、メガトロンを倒して、うん、でまあ終わったから。で、もう俺このシリーズ撮らないよってその時点では言ってたわけですよ。要はまあ彼的にも間違いなくやりきったという感じがあったんだろうと。これは間違いないと。だからこそ、まあ超大作路線からちょっと一旦シリーズ通りって、ずっと温めてた企画。で、なおかつまあ低予算で。低予算って言ってもね、これインタビューでまあ俺はこんな低予算でも撮れるからねとか言ってるんだけど、20億円かかってますけどねまあでも仮にしてみれば、だって今回の10分の1ですからね、まあ仮にしてみれば低予算ですよ。低予算で、彼ははっきり言ってます、本当に作りたかった映画を作ると、妥協せずに作るって言って作ったのが、まあ、ペイン&ゲインという2013年の去年の映画がありますと、いうことなんで、まあ、これ日本ではビデオスルーになってしまいましたけど、これ本当おすすめでして、例えて言うならウルフ・オブ・ウォール・ストリートの、さらに5億倍ずさんで、バイオレント版というか、あるいは冷たい熱帯魚のアメリカ筋肉バカ版というか、みたいな感じのダークコメディ、しかも実話ベースのダークコメディで、この実話ベースってところは最終的にちょっとこう信じられないような、もうちょっとシュールな領域までひどいことになってくるんだけど、そこでこうひどいことになったことで字幕で、まだ実話ですってこう出たりする。それすごいおかしかったりするんだけど。はい。バカ役はお手物もの、まあ、マーク・ウォールバーグが主演、で、まあ、マーク・ウォールバーグは今回のそのトランスフォーマーね、主役ですけど、まあ、マーク・ウォールバーグがそのシリーズトランスフォーマーやるんだったら俺もやろっかなぐらいの、感じですよね今回ね。あとまあ他のバカにやらせるぐらいならっていう、感じでまあ、マイケル・ベイ受けてるんですけど、まあマーク・ウォールバーグ主演で、マイク・ウォールバーグはまあバカ役は間違いないんだけど、あのドウェイン・ジョンソンね、ザ・ロック様、ドウェイン・ジョンソンがすっげえ今までないくらいバカにちゃんと見えるって、これが本当に素晴らしいあたりだと。本当に素晴らしい。で、この実際の犯罪なんですけど、その彼らのその主人公たちが起こす犯罪がすごく行き当たりばったり、行き当たりばったり、なおかつあまりにもアメリカ的であるがゆえの病理、滑稽さみたいなものに満ちてて、要するにつまりこれマイケル・ベイの資質とバッチリ合ってるということですね。つまり、マイケル・ベイのそのいろんなさっきから言ったチャカチャカだとかさ、その過剰であるとか、うんぬんっていうのが、初めて内容と完全に一致したのがこれペイン&ゲインだと思うんですよ。はい。だからマイケル・ベイなんてあんまり好きじゃないって舐めていた人ほど、これ結構ぜひ見ていただきたい。僕これすごいすごい好きな作品なんですけど、はい。でね、こういうことですよ。逆に言えばマイケル・ベイは、例えばそういうアメリカ的な病理ね、過剰なその断根主義っていうか、過剰な町相撲であるとか、今回もセリフの中で入ってましたよね。もう教科書的な町相撲だなっていうセリフがありましたよね。とかですね、過剰なまでの上昇志向、成功志向であるとか、マッチョ志向、テストステロン型っていうんですかね、このアメリカ文化特有のまあ病理と言っていいようなそういう側面を、自分の作風がまさにそれを体現しているということを含めて、全部わかってるってことですよね、マイケル・ベイは。俺だからちょっとペイン&ゲーム見てショック受けたんですよ。この人全部今まで自分が言われてきたこととか全部わかってんだっていう、ことですね。で、少なくとも一度はそういう域に行っちゃった人が作ったものだと思って今回のロストエイジ見るとなかなか興味深いものがあるということです。はい。まあ、例えばですね。この TBS ラジオ玉結びで、町山智博さんもですね、まあ、紹介されていましたが、まあ、今回その、明らかに作品としてのバランスをもう破壊してまで投入され、る、まあ、すごい大量に、まあ、要するに、大量かつ露骨に、いわゆるその、プロダクトプレイスメントっていうね、映画の中でこう、あるブランドの、まあ、商品が出てきたりとか、ロゴが出てきたりすることで、まあ、そのお金をもらうという、プロダクトプレイスメントという、のが、まあ、非常に今回もうちょっとやりすぎていると、もう映画として破綻してるじゃないかってぐらいやりすぎてる。これ、まあ、町山さんも言ってましたけど、特に中国企業ね、もう今回半分もう中国映画でもありますから今回ね、という作品だからと。
で、ちなみにでもね、そのプロダクトプレイスメントってこと自体は、すげえ実は昔からあるわけですよ。例えば日本映画だって、昔のあの日活映画とか見てると、突然その渡哲也がその渋いね、あのダンディーなさ、女なんか連れて歩けねえっていうようなキャラクターがさ、いきなりさ、お、兄貴もそれ使ってるんですよ。ああ、これいいぜ、みたいな感じで、こう、整髪料つけたりとか、そういうのはね、全然あるんです、昔から。あるいはまあ近年のね、その、それこそハリウッドメジャー大作とか、まあ、そのビッグバジェット映画、例えばそうだな、まあ、007とか何でもいいんですけど、結構あるわけ、あるというか、そればっかりと言ってみようから、もう全然やってることなわけですよね。あるいはその中国市場へのアピールっていうのも今回に始まったことじゃ全くないですよね。中国が舞台になったりとか、中国の人出てきたり、いっぱいあるわけです。にもかかわらず、特に今回のトランスフォーマーロストエイジのね、それが特に取り沙汰されるのは、まさにそれが、さっき言ったように、露骨すぎる。作品のバランスを明らかに破壊してる。そういうバランスで入ってるからじゃないですか。つまりわざと誰がどう見ても分かるようにプロダクトプレイスメントを置いてみせるマイケル・ベイの悪意の表れなんじゃないかっていう風に、マイケル・ベイが分かりやすく、はーい、はい、広告、はい、広告っていうわざとやってるからだと、もしくはもう映画っていうのはこういう風なもんになっちゃってんだよねっていう自嘲込みっていうかね、そういう感じになっちゃってると、でまあ例えばね、今回で言えばさ、特にもうみんなが話題に、もう見た人みんながああこれかって思う、まあこれものすごい切羽詰まった状況の中で、その香港でね、そのスティーブ・ジョブズを思わせるその社長がこう登っていくと、上に冷蔵庫があってバコンって開けて牛乳をチューって、まあ3作目でケンチョンが飲んでたやつと同じですけど、チューって、しかも飲む瞬間に、今回は前回のケンチョンどころじゃないですよ、うーんって言いますからね、うーんっていう、あたりとかさ、まあそれだけじゃなくて、全体に後半まあ香港に舞台が移って、でいきなりその今言ってるそのスタディ・トゥッチさん演じる、まあ、そのスティーブ・ジョブスを思わせるその企業の社長と、リー・ビンビンで、その中国人の俳優女優さんが演じてるその秘書、いきなりこの二人の映画になっちゃうっていう、で視点がいきなりはなって、しかもそのリー・ビンビン演じる秘書が異常になんかこう棒持って強かったりね、あのあとエレベーターなんかにいきなりその、ボクシングのそのチャンピオンが出てきてとかさ、まあ、完全に今町山さん見てる、完全に別の映画じゃんっていうか、別のキャラクターになってんじゃんみたいなくだりがまああるわけですけど、どう見たってやけくそですよね。これが変だと思ってないわけがないわけで、もうやけくそになってる。で、そういうふうに、自嘲気味、やけくそ気味ってことを僕これ言ってますけど、それがですね、単に下手くそなんじゃなくて、自嘲気味、やけくそ気味っていうのは一種さっきから言ってる自己批評的な視点から出てきてるっていうのも証拠にですね、今回わざわざ、その、事の始まりが、要するに主人公が、実はオプティマスプライムである、そのボロい、そのトラックを見つけるの場所が、古い映画館なわけですよ。で、それを出して、その古い映画館の元のオーナーに、今の映画は続編とかリメイクばっかりでダメだっていう非常に自己研究的なセリフをわざわざ言わせて、いると。つまりですね、少なくともマイケル・ベイの考え的には、すでにあんたらが好きなような古き良き映画ってのはもう滅びててさ、で今俺が作ってて、今お前らが見ているような映画っていうのはもうその古き良き映画とはまた別の何かなんだよね、残念ながらっていう意識がはっきりあるってことだと思うんですよ。はい、だから要は自己卑下してるんだか偉そうなんだかよくわかんないっていう、お前らとは違う、で俺これで稼いでいくからね、まあ、とにかく一つ言えないね、これこういうことだと思います。今回のマイケル・ベイはですが何かですが何か精神に満ちているということだと思うんですよね。はい、でまあそう思って見てるとですね、これ本当興味深いの、今回は例えば途中のまあ、自分がね、お前はその自分がその機械を操ってると思ってるかもしんないけど、すっかり操られてるじゃんみたいなこと、セリフが出てくるわけですよ。これ意味深に聞こえません？要するに、資本集め、巨大市場っていうのを優先させてた結果どうなるか、ね、中国のお金を利用してると思ってるかもしれないけど、結果としてもう完璧に操られてる状態じゃん。この作品そのもの、ひいてはアメリカ映画の行方っていうものをズバリ言い笑しているようなセリフになってたりとか、あるいはですね、この最後の方のセリフで、便利だからって、要するにね、便利とか儲かるからといって発明しちゃいけないものっていうのもあるんじゃない、踏み込んじゃいけない領域ってあるんじゃないのみたいな、最後の方でまあセリフであるんですけど、要するにそのモラルなき利益追求っていうのが行き着く果てっていうのはどういうことになるのよって、これまさにやっぱりこの作品自体がこのトランスフォーマーロストエイジっていう映画自体がそれを体現するような映画になってるわけですよ。ものすごい皮肉な構造になってる。で、今言ったそのモラルなき利益追求というのはまさにその前作、マイケル・ベイが本当に作りたい映画だって言ったペイン&ゲインで描いてたものそのものでもある。つまりこういうことですよ。
ペイン&ゲインは要するに現代アメリカの病理、まあ資本主義でもいいですし、そういう病理っていうのを客観視して笑うダークコメディだとしたら、今回は、今回のロストエイジは、その、アメリカの病理みたいなものを自分で映画そのもので体現してみせる。この映画自体が壮大なダークコメディっていう、そういうものとして多分作ってんじゃないかと、ペイン&ゲインと並べてみると思わざるを得ない。そしてそのもろもろ散りばめられている、そのちょっと自己言及的だったり自嘲気味だったりするセリフが、そう思わせざるを得ない。俺はマイケル・ベイカーのメッセージだっていう風に取るんですけどね。はい、という意味で僕はこの作品大変興味深くは見ました。ただそれが映画として見ていて面白いかというとまた別問題でございまして、今回一番残念だったのはですね、前作にはさっきから言った、前作にはかなり僕は新しい、今までの他の映画で見たことがないアイデアっていうのがちゃんと入ってたと思うんです、いろいろ。なんだけどあんまりそのアイデアを入れ込まなきゃっていう意思があんまり見られないような気がする。ストーリーももちろんいつも以上に行き当たりばったりね、例えばその香港、特に香港に行くときに主人公家族が全員で移動する意味全くないでしょ。お前はどうするんだ、自分で決めろ。危ないとかないの？そしたらあの社長にさ、こんなとこに娘連れてくるなんてお前は最低だとかさ、言わせたりしてるっていうね。はいはい。で、これはまあ脚本のアーレン・クルーガーさんという方がですね、まあリベンジ、この2作目以降全部この人脚本やってるんで、ってことはこいつが結構悪いんじゃねえかって気もするんだけど、このアーレン・クルーガーさんのまああれも比重もある。ちなみにこのアーレン・クルーガーさん、他にどんな脚本書いてるかっていうと、隣人は静かに笑うとか、レインディアゲームとか、とんでも映画ばっかりなんですよ。で、なおかつ、このレインディアゲームはジョン・フランケンハイマー。ね。マイケル・ベイのが、ずっと自分の、実のお父さんだって思い込んでたけど、DNA 鑑定したら違いました。で、ほら、松山さんがあの映画欠席裁判で引用してたけど、ファンに向けて、いや、ジョン・フランケンハイマーもう、晩年はもうレインディアゲームみたいなクソ映画撮ってっからね。その脚本家ですから。マイケル・ベイがかつてディスってるっていう。はい。で、まあ、とにかく毎度毎度っちゃ毎度毎度。例えば、マクガフィン、いわゆるね、その記号的なお宝の奪い合い、をしてあっち行ったりこっち行ったりしてるうちに、見てる側は、今何が問題になってたんだっけ、わかんなくなっちゃう。これ毎度のことなんだけど、今マクガフィンって僕言ったじゃないですか。今回主人公の土地を買いに来る不動産屋いるじゃないですか。あの車に書いてある会社の名前が俺多分マクガフィンだと思うんだよね。それがしかもわざわざ大写しになるから。俺はだからここをいう悪意を込めてきてる気がするんだよね。はい、ということだと思います。あと、まあ今回その目玉のダイナボットね、ダイナボットというかダイナボット、まあその片言で喋ってくんないアニメみたいに、あれが可愛かったのに、まあそれはしょうがないし、設定上それはしないのはしょうがないけど、手なずけ過程があっけなすぎて、こいつらが加勢すれば超強え奴らに見えねえっつうのみたいな、このあたりやっぱ例えばアバターがさ、超強いアリツを手なずける過程を省略して見せるあたりとか、やっぱキャメロンの方がちょいとまだうまいなっていうのがあったりしますよね。まあうまさをマイケル・ベイに求めてもしょうがないんだけど、あとまあこの辺のシーンのその地理関係がおかしいみたいなまあ言われてますけど、最後のあのお前たちは自由だってね、ドーンドーンってずさん。これはね、アニメの方だとほら、なんかジュラシックパーク的なこう、ちょっと隔離されたところに隠してあるっていうね、ああいうのだって別にできたはずなのに、あっち橋行くだけっていうずさんさだったりとかですね。あと、ま、今回その、非常に強い悪役でね、あの、バウンティーハンターで、ロックダウンっていうね、元のそのアニメの方にも出てきますけど、かっこいい！いいんですよ、これもっと美味しくなるんだけど、今回敵の、あの、なんか構造が何段階かに、こう、ありすぎて、相対的にちょっと存在感が薄くなって、で、今回で終わりってちょっとなんかもったいない気がしますね、なんかね。だって、明らかにメガトロンより、大物じゃねえ、あいつの方がっていう、とかね。あと一番がっかりはガルバトロンっていうですね、その、新しく作られた、その、人間が作った、その、トランスフォーマーたちの変形？あれが、要するにちゃんとガシャンガシャンってやってくんないで、なんかあの、グニャングニャーンってさ、がっかりでしょ、あれ。俺、これは手抜きってやっぱ思っちゃいましたね。はい。みたいな感じで、あの、まあ、マイケル・ベイがね、まあ、その、だったら俺やるよって途中参加とかしてるから、微妙にそういうちょっと存在感があるのかなと。要は、一回別れた女なんだけど、あの、他の男にやられると思ったら急に惜しくなって、ごめん！あと一回だけ！あと一回だけ！あと一回だけ！ちょっとだけ！そういう感じのずさんさ、ちょっと感じたくもない。でもこれが世界で一番ヒットした映画、歴代。っていうことになっちゃっているということですよね。そしてこの現実を一番アイロニカルに見てるのはマイケル・ベイ本人かもしれないよっていう視点がちょいちょい入ってくるところにおいて、僕はロストエイジはあのすごく面白いと思うし、あの今見て興味深い作品なのは間違いないと思います。見るならせっかく IMAX デジタル 3D でね、カメラその新駅で撮ってるらしいんで IMAX で見るとよろしいんじゃないでしょうか。ぜひリアルタイムの映画館でウォッチしてください。Which movies are inside the castle?